皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのダイソーから売られているハロウィンネイルパーツ&ホログラムドクロバージョンを使って可愛いネイルを作ってみたいと思います。それではスタート。はい、ではまずベースコートを塗る前に油分除去をします。エタノールで爪の表面の油分を拭き取ります。はい、ではこちらのセリアジェルのベースコートを塗ります。こちらをライトに入れます。はい、それではラメのジェルを作っていきたいと思います。こちらのセリアジェルのベース&トップコートをパレットに出します。ではこのラメの2色分の2つ2箇所にベース&トップコートを置きます。はい、ではこちらの上にこのラメを乗せます。次に黒いラメをでは混ぜていきます。クリアの中にこうラメとホロがたくさん入っていてとても可愛いです。星型のホロも入ってます。ではまずこちらを塗っていきたいと思います。いろんな形のホロが入ってます。では小指にも乗せます。では親指にも乗せていきます。
は薬指と人差し指に黒のラメをのせていきます。黒と、こちら黒いラメには星とこの細長い線の黒いラメが入ってます。こちらもとっても可愛いです。この星もバランスよく乗せていきたいと思います。はい、こんな感じでライトに入れたいと思います。はい、ではこちらの上にパーツを乗せていきたいと思います。ではこちらが付属されているパーツ、あと以前に購入したこちらのブラックスパイダーのセリアで売られているパーツも乗せていきたいと思います。はい、ではパーツを乗せたい部分にセリアジェルのベースコートを乗せていきます。ではこちらのパーツとここに乗せたいと思います。はい、では一度ライトに入れます。はい、では親指にも乗せたいと思います。ライトに入れます。はい、ではこちらをセリアジェルのノンワイプトップコートで仕上げていきます。ライトに入れます。はい、こちらで完成です。先端にラメなど引っかかる場合はこういったエメリーボードを使って削ってあげるとなだらかになります。こちらのパーツちょっと顔なしみたいで可愛いです。ダイソーの
ハロウィンネイルパーツ&ホログラムセット。こちら一袋でこんなに豪華なハロウィンネイルを作ることができます。皆さんもぜひハロウィンネイル楽しんでみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。